こんにちは、カリーマンです。この度もご視聴いただきありがとうございます。今日は、レトルトカレーを紹介します。またかよと。それじゃあ、ちょっと気になった商品が出てたんで、ぜひ紹介したいなと思ってまして、今回また動画を撮っております。ということで、今回ね、紹介したいのはこちらです。じゃじゃん。ボンカレーベジ。ボンカレーベジ。こちらが今までのボンカレーと何が違うのかと言いますと、動物性の原材料を使わずに、植物由来の原材料を使っていると。そしてその野菜とか豆とかの旨味をこう最大限に引き出したようなカレーとなります。ポイントがありましてポイント、小麦粉ルーを使ってない。これすごくないですか？なかなか普通の大手メーカーが作るレトルトカレーは小麦粉っていうか、ちょっとドロッとしてるじゃないですか。野菜とか豆を煮込んでとろみを出しているってことなので、すごいその体にいいんじゃないかなと。それから小麦粉がちょっと苦手っていうような方にとってはすごく嬉しいんじゃないかなと思います。食べた後とかに、重たいっていうのが、なくなるんじゃないかなと。動物系の原材料不使用というのは、例えば牛肉、豚肉、鶏肉、卵、牛乳、蜂蜜、魚介類、こういったものが使用されていないということになります。そのあたりをね、こう気にされているこのビーガン系の食事をね、取られている方にも安心して食べられるようなレトルトカレーになっています。で、こちら今回この2つの商品が出ております。1つはビーンズキーマカレー、そしてもう1つはスパイシートマトカレー。この2つが出ております。で、ビーンズキーマカレーの方は、中辛。スパイシートマトカレーの方は辛口となっております。で、どちらも 180g。そして、カロリーはちょっと低めになってまして、中辛のビーンズキーマカレーの方が、169kcal。そして、こちら、スパイシートマトカレーの方は 145kcal と、通常のものよりもね、2、30キロカロリーは低いと思うんですけども、これはちょっと体にいい、優しいね、レトルトカレーが出たということで、まずはこのビーンズキーマカレーから食べていきたいと思います。パッケージもね、こう、トレードマークというか、この辺のね、結構自然素材な感じがして、なんか、いい感じなんですよね。こちら、ボンカレーはですね、レンジでチンできるということで、すごく嬉しいわけです。それでは、チンしていきます。ひよこ豆がね、たっぷり入ってます。それではいただきます。さて、いただきます。うまっ、うまっ。別に肉いらねえって感じ。うまい。これすごい美味しい。豆がね、ホクホク。味がね、すごいしっかりしてる。もう味付けがもうバッチリ。いや、いろいろ最近こういろいろ食べるけど、食べてきてるから分かる、言えることなんですけど。塩味というか、すげえいい。
うん、うまい。これはなんかこれスパイスの使い方が絶妙なんじゃね。これうまい、うまい。脱力、あっという間に食べちゃった。はぁ、ごちそうさまでした。いやー、美味しかった。辛さもちょうどいい。そしてこれをもっと前に出してほしかったね。こういうこれは満足度かなり高い、高い、90点以上あるよね、これ、うん、ってことで次のカレー行ってみましょう。はい、続きましてこちら、ボンカレーベジスパイシートマト、国産玉ねぎ、国産人参、ひよこ豆、赤いんげん豆、大豆で、これらの野菜とか豆を使ったさっぱりとしたスパイシーなカレーとなっとるそうです。それでは食べていきましょう。え、盛り付けましたけど、すごいですね。やっぱボンカレーすごいな。でも具がでかい。ちょっと他でこんなあるかな、具。ちょっとこれはいただきます。うん、うん、うん、これはうまいな。具がでかい。いや、マジで具がでかい、これ。うん、美味しそうって感じやん。辛さはね、辛口ではありますけど、ちょうどいい感じ。ちょっと美味しい。これは贅沢よ、マジ。レトルトカレーにおいて人参がね、おいしい。あんまりレトルトカレーでこんなこと感じたことないけど、人参がおいしい。レトルトカレーを味わうっていうか、しみじみと美味しいなと思うことってなくないですか？なくないですかっていうのもあれだけど、うまっ。あれですよ、豆が嫌いな人はちょっときついなのかなと思いますけど、豆のカレーがね好きな人はもうすげえこれいけると思いますよ。あ、今日ね、このスプーン、これはですね、これも岡山の雪デザイン工房のスプーンなんです。カレースプーンなんですけどね、これはイオカンっていうね、カラーのスプーンです。結構ね、重くなくて明るくて、実は今日初めて使うんですけど、いいじゃないですかっていう。底は厚みがあるんですけど、縁が結構細いんで、すくいやすくて軽い。めっちゃ使いやすい。やばいな、これ。うまいな。はい。ごちそうさまでした。はい、ということで、ボンカレーベジ、食べました。これやっぱすげえうまかったな。ボンカレーのね、食べ比べをしたことがあるんですけど、その時にもいろいろこう、ボンカレーの違いとか、凄さっていうのを食べて感じたんではあるんですが、ボンカレーグランレベルの、こう、具材の入ったものが、動物性、まあ原材料を使わずに作った、ベジタリアンの方向けに、作ったっていうのはね、時代の流れとしてね、必ず必要だと思ってて、
それをね、こういち早くというか、ここまで、満足感のあるものに仕上げたっていうのは、さすが大塚食品だなというふうに、大げさではありますが感動しております。100円とか200円ぐらいプラスしてもね、これを食べちゃうと美味しいの食べたいよなっていう気になりますね。このね、あのとろみは野菜溶け込み製法って言って、小麦粉やルーを使わずに野菜とか果物をすりおろして、それを煮込むことによって出来上がったとろみっていうことなんですよね。だからなんていうかな、こう食べてても、あ、なんかでんぷん質じゃないとろみ、わかります？わからないかなあのそういうとろみじゃないってことはなんか食べててわかるんです。あの実際にスパイスカレーとか作っててできるようなトマトのとろみとか、ああいうのをこう食べていると、よく似たようなとろみだっていうことに気づくんですけど、それをね、なんかやっちゃってるっていうのは本当に、なんかレトルト界の先駆者というかパイオニアというかだけあるなっていう気がしますね。レトルトカレー界のね。いやー、まあボンカレーはねすごいってことでね、今回のこの動画良かったと思う方、参考になったと思う方、グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録をまだの方はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願い申し上げます。このチャンネルではスパイスカレー、レトルトカレー、カレー商品なんかを主に紹介しております。たまにこの撮ってるねカメラとか、カメラ周りのものとかドローンとかそういったものもたまに動画にあげますので、カレーの興味ある方、カメラ関係に興味ある方はぜひチャンネル登録してご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。